魚座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は魚座さんの4月の流れを占星術で解説していきたいと思います。またですね、少し気をつけることとか、皆さんの心が少しでも前向きに明るくなれるようにタロットのリーディングもしてみたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。では4月の流れですが、魚座さんの4月は自己価値の拡大、金運を生かす時です。後半は追い風を生かして進める時、ビジネスや勉強は大吉です。企画を進める力がある時です。はい、この4月の流れっていうのは魚座さんにとってはですね、自分の感覚とか価値観とかお金に対して非常に強く何かが溶かされてバージョンアップして生まれようとしてるっていう感じの時なんですね。ですので中には何かすごくこう駆り立てられているとか追われているとかどうしようみたいな、そういうなんとなくこう焦りのようなものを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはね、もう今までのやり方とは違うんだよっていう、違うバージョンに自分が生まれ変わって新しい感覚で生きていくよっていうようなお知らせなんですね。もう古いままではもうこれ以上進めないよって、でも古い感覚をずっと自分は持ってると、どうしようどうしようどうしようってどんどん新しい感覚の方にこう追いやられていってるっていうような感覚かもしれません。ですのでこの時は自分の全体のね流れの時でも言ったんですけども、もし全体の流れ、全星座共通の方をまだご覧になってない方がいらっしゃったら、ぜひそちらをご覧ください。全体を見た上で自分の星座を見ていただくと、未来を作っていく力っていうのがより強くなると思いますので、よかったらそちらも参考にしてください。その全体の方で言ったことなんですけども、もう流れはね変わろうとしている、でも自分の思考や自分像が古いままだとどうしても無理やりでも変えさせなくちゃいけないみたいな感じになってきちゃうので、こういう時はとにかく深呼吸をして、今自分の中から生まれてきてる新しい感覚の方に意識を向けてみてほしいんですね。そしてこの時期っていうのはとにかくお金のことっていうのも結構際立つんです。そこに焦点が当たるんですね。今までなんとなく将来のために貯めてたっていう方は、じゃあこのお金をどう使おうかっていうこともあるでしょうし、今しかできないんだったらこれは使ってでもやった方がいいんじゃないかっていう気持ちになったり、または稼ぎ方そのものを変えたいっていう風になったりですね、すごくお金っていうのは現実社会の方が大事なものなので、それに対する取り扱い方っていうか価値観、向かい方っていうのも変わってくる方が多いと思います。特に4月の5日ぐらい、5日6日ぐらいっていうのはお金のことに焦点が当たりやすいんですね。どうしようかなって考えやすいと思います。ちょっと先の話になるんですが、魚座の皆さんにとってはですね、5月の後半からすごいいい期間に入るわけですね。お試し期間に入るわけですね。でそれがもう実は今月の4月23日以降、チャレンジしていくっていう、もう作っていくよ、新しい方に作っていくよっていう流れが始まるので、これは5月から7月までのこの2ヶ月間の現状を作るためのチャレンジが4月23日以降に始まって、その4月23日以降のチャレンジのための思考の始まりが4月12日前後にあるということなんです。ちょっとややこしいですかね。なんせ4月の5日6日前半1週目ですね、4月の1週目に何かしら自分の中ではっきりとする思考がある、あやっぱりこうかな、こうしようっていう思いがあるので、まずそれをキャッチする。でその後に4月12日、この新月っていうのはこの自分にふさわしい価値って何だろうっていうことを意図していただくと、まあ、もしくはこうしたいとかしたいとかですね、意図していただくとそのように流れていくので、今の自分が焦っているのか足りないと思っているのか、もっとこうしたいと思っているのか、どうしたいかっていう、その自分の感覚っていうものをしっかりと捉えて、そこで意図してください。4月12日そうすると流れてきます。でこれはもし現実的なお金のことに焦点を当てたい方、増やしたいとかもっと稼ぎたいとか転職したいとかっていう方は、転職にあたっての条件、自分にとって何が大事なのかとか、どれだけ欲しいのかとか、そういうものもこの4月12日にしっかりと把握することで、そのような流れになってきます。で4月12日に決めたことが4月23日以降実際具体的なチャレンジとして行動に移していって、5月の後半ぐらいからその現状があるみたいな感じですね。はい、星の流れはそんな感じなんです。ちょっとカードも見ながらやっていきたいと思います。特にこの4月12日の新月っていうのはすごく今年1年を決定づけると言っても過言ではないぐらい大きな大きな始まりのエネルギーなんですね。ですからこのエネルギーを魚座の皆さんはおそらくどんな風にでも変えれるんですよね、このエネルギーを。で何に変えたいかなって言った時に、多くの方はそれをお金に変えたいとか、どれだけ豊かなものを自分が持ってるかっていうふうに変えたいってなる方が多いかなと思ったんです。
い、魚座さんの4月ね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。うん、はいはい、わかりました。じゃあそうですね、もうね、流れは来てますっていう感じがします。もう運命の番も出てるので、その流れは来ている、もうそのタイミングは来ている。だけどなぜ自分がスッといけないんだろうかっていうか、いいのかな、こうしてもとかっていう、他の人に対するいい意味で言うと気遣いなんですけれども、これは周りの人に分かってよみたいなエネルギーっていうのはちょっと今月は通用しないっていう感じがするんですね。非常に今その自分の感覚がもうすごい勢いで膨らもうとしているっていう時に、自分の思考がついていけなくて焦ったりとか、これでいいのかなと思ったり、昔のやり方をどうしても引きずってしまったりとかするんですが、でこんなに大変だから分かってよとか、こんな今状態だから分かってよっていうのは周りの人は分からないんですよねなので分かってもらえてないみたいに落ち込まないでくださいね。これはね、いい練習ですね。自分に本当に価値がある、自分のこの感覚が誰よりも自分で認めているってなったら、それをなぜ出すのに躊躇するのでしょうかっていう感じで、周りがたとえ反対しても私はこうしたいんですっていう、その自分の今芽生えている感覚を出すことによって、自分を成功に導くっていうとなんか変な言い方ですけど、自分の望んだ形になっていくっていう感じがあるので、何も受け身でいてそうなるのを待つっていうのは非常にもったいないです。もう一つ、例えばいやそんなこと言ったって上司は変わりませんよとか、会社は変わりませんよとか、例えばパートナーは変わらないんですよっていう、その思考のままだともうそこに止まっちゃうので、変わらないという疑いよりも、今私の感覚はこんなに変化している、今新しい私にふさわしい現状はこういうものだっていうのを分かった上で、それをぜひ表明してほしいんです。この4月12日の新月の時、タイミングいいですからね。そうすると一見ダメなように見えて後で復活します。魚座の皆さんは本当にこの春から夏にかけてっていうのはものすごい勢いがあって、何か形作るすごくいいチャンスなので、今ここで自分で動いてみてください。そうするとジャッジメントとかワンドのエースっていうのはもうやったーっていう感じで、やっとできるみたいな、そういう感じがあるので、その前がちょっと弱気になってるんですよね。そしてなんか周りがそう動かしてくれるんじゃないかっていう期待があるかもしれないですけど、周りよりももう自分で動いた方が早いですよ。これはワンドの8の逆とソードの2の逆で、オラクルがソードのページの逆なので、やはり疑っているとか本当にそうかなみたいな、大丈夫かなっていうのを気遣っていると非常にもったいない。もうタイミングが来てます。もし今この現実で自分の立場はまだ整ってないんだとか、立場が良くないと思っていたとしてもね、思考は先に作れるんですよね。ビジョンを描けるっていうか、もうそうして作っていってください。不可能を可能にするのはこの春から夏です。もう一つちょっとね、オラクル引いてみたいと思います。これもう一回私はカットしてるので、そんなに混ぜなくても大丈夫。また出たね、ソードの3。相当ね、自分を制限する力って強いですね。まあそりゃそうですよね。もう10年ぐらいこのやり方でやってたら定着しますよね。でももう時代は変わろうとしてるんですよ今。その時に古い過去の常識はもう常識じゃないっていう風になってくるので、魚座さんはそこに意識で乗っていけると思いますよ。いくらでも想像できる。なのでこういう時って常識を外すってどうしたらいいんですかって言われた時にですね、もし本当に魔法が使えるなら、願い事が叶うなら、もう本当に叶うならどうするみたいなことをもし自分に問いかけてみて、本当に叶うとしたらこうかなっていう、その思いが実は現実でも叶えられるっていうことなんですね。なので今このカードで見た時に、やっぱり私にはその価値がないとか、できる人もいるかもしれないけど私は無理じゃないかなっていう、そのすごく自分を下げている感覚っていうのがものすごいブレーキになってるなと思ったので、宇宙が無理やりにでも人を変えるっていうのはちょっと難しいんですね。自分の意思があって、意図があって、そこに宇宙が応援して現実ができるっていう形なので、この4月12日絶対自分にとってプラスのことを、それが無茶な願いでもいいから願ってみてください。そしてそれが4月23日以降本当に動いていくチャンス、もしくはチャレンジするきっかけがもし現れたら、それはもう動いてください。それがすごくいい流れになると思います。
はい、今回はこんな感じです。何かしら参考になったよという方はぜひいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして辛口コメントも遠慮なくしてください。私もやっぱり同じように進化していきたいので、あ、こういう言い方しちゃダメなんだなとか、もしくはもっとこうした方がいいかなっていうのは参考にさせていただきます。はい、一緒に4月いい時間にしていきましょう。今月もありがとうございました。また4月中旬にお会いしましょう。失礼します。